おーい、ん、なんだよ、いつ動き出すの、いつ動き出すの、動き出さ、おーい、なに、頼むよ、動き出さないよ、撮影しよう、いや無理、もう今動かない、マジ冬の陽子やばくない、うん、冬の陽子って呼ぶよ、やめて、冬の陽子じゃないから、じゃあ何、大倉陽子、ジャニーズに訴えられるよ、ジャニーズに訴えられるかうざい言い方でも本当にマジで、あと10分だけ待って、10分とは言わず20分くらい、なんで化粧するときさ、動き出したのに、いや化粧して一旦こう休んでたらお布団と仲良くなった、はぁ、あ、待ってるんですけど、ずーっと待ってる、1週間ぐらい待ってる、この状況で、皆さん、おい、毛穴が映るところまで近寄ってやろう、やめろ、早く、くっさいなこのおじ、おじ、おじ、俺がおじならお前もおばや、うるせーら、そんなこと言われても嬉しくねえ、さかなやろ、ちょっとあの酒焼けバージョン撮る、な、何撮るのだって、タイトル、彼女が布団から出てきてくれません、彼女が動かなくなりましたなんかいろいろ語弊ありそうだな普通に撮るよ、あ、どうぞどうぞ、やる気なくない、冬大丈夫、はい、ということで準備ができるまで1時間かかりました、いたいた、そういう先生いた、今それや俺、誰だ、嫌われるぞ、生徒一人しかいないのに大変、手焼きすぎて、もう手焼きすぎて、どこで焼けてんの、手が焦げパンさん、手が焦げパンさん、え、焦げパン知らんの、焦げパン知ってるよ、じゃあ焦げパンの説明を10秒でどうぞ、焦げてるパンのキャラクターめっちゃ的確めちゃめちゃ的確、やアフロ犬の説明もできるよマジで、うん、じゃあアフロ犬の説明どうぞ、アフロの犬、もう笑えん、もう笑えんな、しずくちゃんの説明もできる、待って年齢バレるぞ俺ら、ほら今の若い子誰も知らん、お茶犬の説明もできる、いやお茶犬はめっちゃ刺さるわ、トイズチャンネルということで、はい、今日は普通の2人の会話公開しちゃおうかなと、だからなんか気取らず、身を張らず、肩の力を抜いて、おい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 、最近あったこととかさ、普通に話そうよ、いいよ、じゃあ俺最近あったこと言っていいですか、いいですよ、最近ですね、ブレイキングダウン流行ってるじゃないですか、うん、でブレイキングダウンで3戦3勝かな、めっちゃ勝ってるメガネ社長、うんうん、この前その友達お会いして、まあもともと SNS でちょっと交流があったんだけど、めっちゃいい人、メガネ社長と会って思ったんだけど、 YouTube 始めて都内の人とか大社長さんとか会うことができたじゃん、で思ったのが、みんな損得感情じゃなくて、うん、自分が持ってるものを、あ、いいよいいよいいよって、わかる、わかるわかる、え、めっちゃ思わん、思う、メガネ社長を見てメガネかけたくなった、違う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 、おい違うだろ、メガネ社長知ってる、覚えてる、知ってるわ、メガネ社長を見てメガネ変えたく、おいポーズだけ真似するな写真の時の覚えてるわ、いやでも本当にメガネ社長初めてお会いしたけど、うん、物腰柔らかくてさ、すごいいい方でした ね、じゃあメガネ社長の説明10秒でいこうか、うん、すっごいすっごい社長さん、いっぱいいるメガネかけてる人っていうかと思って怖がってたわトイズチャンネル、で私の最近あった話です、おこの間女の先輩の方とご飯行かしてもらって、あ、そういえばマッチングアプリの人と会った時にトイズのリスナーさんだったよって、え、すごくね、マジ、うん、で何会ってトイズ好きなんですって言われたの、今日何してたのって言われて、うん、あ、昼間は YouTube やってること遊んでたんだよねみたいな、うん、だから、え、なんて YouTube って聞かれて、うん、トイズチャンネルっていう YouTube なんだけどって言った、え、俺めっちゃ見てる、めっちゃ好きみたいな、マジすごっ、そんなことあるんだと思って、マジか、そう、嬉しい嬉しい恥ずかしいラブレターって感じ、好き好きふわふわふわ、そのトイズチャンネルをうまく使って持ち帰ったの、フィーリングが合わなかったらしい、もうちょっとホテルでトイズの話しようよとか言ってさ、ホテル行ってさ、ホテル行ってやってる時もさ、トイズマジあの動画がいいよね、わかるわかるってなってない、なってない、うん、なっててもやだし、なれよ、そんな話があったんだ、そうなんですよ、え、ようこマッチングアプリやったことある、あるよ、だってどうやるとこじゃないんだよどっちかと言ったら恥ずかしがって、あ、あるよでしょ、あるよ、会ったこともあるや、ガチで、うん、会ってやったことはないよ、よかった、会ってもあるよとか多分言うじゃん俺怖かったわえ、マッチングアプリ何回ぐらい使った、会ったのは一人しかないけど、その時は何、付き合いたかったの、それとも遊びたかったの、ノリで始めてた、
でも別に、ノリでやって、いい人が見つかればいいなーぐらい。なるほどね。そう、別にどっちでもよかった。当時の陽子はね、本当に好き勝手生きてたんだもんね。そう、我が道ロードだから。我が道ロードは我が道々なんよ。我がロードならまだわかるよ、ね。で、なんかその我が道ロード始めたら、ね、突然なんか大城蓮とかいう障害物に出会って、この我が道ロードはぶっ壊された。え、俺のせい？パリーン！もろいの、我が道ロード。そんなん別にいつか壊れるやん。大城ロードになった。大城ロード。略して、大城ロード。おい、絶対大城ロードだろ。何大ロードって。大通りやん。大通りやん、それ。大ロードって何？大城ロードじゃん、絶対。ちょっと、これは撮影中断だわ、マジで。じゃあちょっと最初からやる？どっから？メガネ社長の話から。そっからやん、ダリーよ、マジで。なあ、おい。だってさ、中断で言ってたから。ダーリン、ダーリン、ウィンジャーナイス、アンダンバレキマイ、ハサミンカマーナイ、ダーリン、ダーリン、ウィンジャーナイスバえ、じゃあさ、分かった。なんかさ、そのさ、替え歌がさ、でも好きなんだよね。歌うまいけどじゃなくて、その意味わからん歌詞歌ってる時が一番おもろい。え、じゃあさ、お互い一曲ずつ選曲して、それっぽくさ、歌ってみよう。で、勝負しようぜ。どっちがそれっぽく歌えるか。それっぽくって何？一個もまともな言葉を使わずに、歌を完成させろ。で、よっからいい。いや、見本が見たい。見してやろ、今。アンダバレキマイ、アサミンカマーナイ。いくよ。ウィンスマンキンミスンリキンマハノンアンレッキンオンレッキンオンレッキンノンアンベイステキョンリフェリアレッキンミフィッシュ。何だったか分かる？何だったか分かる？ポニョ。正解！何この動画。でも最後ちゃんとフィッシュって終わってた。ベイステキョンリフェリアレッキンミフィッシュフィッシュ。じゃあ次、ま、俺さ、こういうのできるってもう多分過去動画で分かっておるやん。みんなみたいのヨーコって替え歌で歌えんのって、多分それ見たくさにチャンネル登録してる人も多少いると思うんだよね。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、うん、決まってこうぜ。違う、そんで、イェイイェイイェイ、決めてこうぜ、ほら、ブンブン。でもワン、ツーって言うから。わかった。一、二、あ、一、二、三、決まってこう。歌わないんかい。お、歌えや。おい、お笑いわかってる。ちょっと待ってください。3秒で終わるんでスキップしないで。3秒で終わらん。オフ会のマユリ券の購入方法がクレジットカード以外でもできるようになりました。ぜひ概要欄の方からお願いします。お願いします。上にねえだろ。それでは動画の続きへゴー。笑い疲れたんでもう終わっていいですか？ダメ。お先に失礼しまーす。先とかないよね。飲食店じゃないから。いや、上がろうかな、ね、上がりないから。俺残されてどうなん？そういうシステムなの。もう取っといてよ、あと残り。俺が？残業で。残業？ちょっともう定時なんで、ほら、ちょうど5時7分。何のちょうどだよ。おい、ちょうど知らんだろ、お前。日本来たっての外国人か。この間さ、レンとさ、うどん屋さん行ったじゃん。うどん屋？新しくできたうどん屋があったから。24時間のね。そうそうそう、はい。まあ、店員さんめっちゃ若かったやん。多分、キッチンの人も若かったんやん。で、レンが頼んだメニューだけ違かったんだよね、頼んだやつと。ああ、間違えてたね。そうそう。冷たいもの頼んだのに、あったかいの来たみたいな。でも、レンって基本そういうのが来ても、いいよ、もうこれ食べるわ、みたいなタイプなんで。なんか、知らない人に文句言うのがエネルギー使ってめんどくさいんだよね。でも、さすがにその日超暑くて、冷たいの食べたくて頼んだのがあったかいの来たからさ、まあ、気分とかあるしやん。だから、さすがにこれは言ったらって店員さんにさ、言ったんよ。そしたら、その店員さんさ、あ、はーい、すいません、つったんだっけ。そんな感じ。ちょっとムカついてきた。俺思い出した、忘れてたわ。再現させて、再現させて。あ、いや、それが、うどん。うん。違うよ。うどんは違うやん。ツッコミ下手か。一回、うんって言ったじゃない。まあ、俺でどう見えてんの、俺。俺、うどんなの、俺。じゃあ、再現 VTR。俺が間違えられたお客さん。うん。で、横がうどん。違うよ。進まんって。じゃあ、普通にお客さんと店員さん。うん。よーい。あ、すいません。はい。僕頼んだの冷たいうどんだったんですけど、今ちょっと取り替えてもらっても。あ、あー。あ、はい。すいません。うざ。で、キッチンもだったんだ。ねえ、ミスったっしょ。みたいな。聞こえてくるしね。聞こえてくる。なんなん、あの楽器。テンション逆じゃねみたいな。逆。そのテンションでこっち来いや、みたいな。てか、俺が店員のテンション。接客がしたくないとか嫌な人は、飲食業選ぶな。
もうひたすらもう黙々と iPhone のパーツとかをこうやって工場で流れてくれながら作っとけ。確かに思わん。いや本当に思います。だって飲食店やった時当時めっちゃガングロの角刈りだった俺ですらちゃんと敬語使ってたよ。で最後さレジでお会計だったから帰ろうと思ったらね、うん、あまりにもイライラしすぎて普通にお会計しないで出てこうとしてたからね。しましたね。ドアもそのまま出てこうとして陽子がダメダメ食い逃げになるっつってね。ドイズチャンネル。あと俺もう一個これめっちゃ気になること言っていい？いいよ。これだけは今日動画で言おうと思ってた、うん、髪の毛結構邪魔なんよ俺。よくコメント欄でさ、レン君前髪ある方がいいとかさ、レン君やっぱ短髪の方がいいとかさ、結局どっちが女にモテんのっていう。モテたいの？いや違う、モテたいとかじゃないですよ。 YouTuber としてさやっぱ見た目いい方が絶対いいじゃん。俺はなんか女の子の視聴者を増やしたいから前髪作ってるのよ。実際どっちがいいんやろ。いや分からん。前髪ある派だけど私は。女の子そうじゃない、うん、これどうすか皆さん髪型ちょっと聞きたいわ。だってあれやん、エビジャンのケス君もこの髪型の時人気だったじゃん。これ言うなって。これ美容院でケス君の写真見せてること言うね。美容院でケス君のインスタの写真10枚ぐらいスクショして全部見せてること言うね。髪切り終わった後に美容師さんにケス君みたいですねありがとうございますって言ってること言うね。自分で言ってるやん全部。ドイズチャンネル。だから思ったんよ、俺らの服可愛くね。可愛い。可愛いっしょ。この服実はね、ザ・スターリーズ様の。ザってなんやねん。かっこよくない？ザつけた方が。ザ・スターリーズみたいな名前になるやん。じゃあそうすりゃええやん。ザ・スターリーズしてもらえええやん。天が決めるんじゃないよ。あ、そう。スターリーズの、俺たちも大好きな、ラン姉ちゃん。はい。あの、頭のこと尖ってるラン姉ちゃんが。そこなんやねん。違う。コメント欄で、お揃いの服着るとさ、たまに来るやん。うん。自分たちで行ってくスタイルで。これは、スターリーズの、ランちゃんのブランド、ディース。はい、これ読み方知ってますか？これ一番大事。スターリーズを尊敬してるかどうかは、このブランド名を読めるかどうかで分かるから。じゃあ私は読めるからいいよ、言ってみ。いや、俺も読めるから別に。女性の出てるね。いや、お前さっき言えよ。え、絶対分かんないやつ。これ分かんないやつ。違うやつだよ。じゃあ言ってみよ。何？言ってみよ。分かった。うん。俺が？うん。ステダ・オルチド。はい、ブブー。はい、ランちゃんに謝れ。今すぐ、はい、謝罪動画、謝罪動画。わざと、いや、動画的にさ、動画的にさ、間違えないとつまんないじゃん。このスペルの、読んでください。ステラおばさんとか言うのよ。そクッキーや。誰が野生爆弾や。やばい、なんか変なこと言うから飛んじゃったじゃん、本名。飛んだって時点で覚えてないやん。やば。これ分かんなかったらマジで土下座だから、この撮影後、ランちゃんに土下座の写真を送るか送んないか腕相撲で決める。やば。やば。やば。わかった。はい。いくよ。ステラ・オーキッドです。正解。正解？うん。で、ステラおばさんとオーキッド博士のコラボして作られたのがこれらしいです。ステラおばさんとオーキッド博士。もう怒られろ。ドイズチャンネル。こんな感じの緩い動画を撮りました。はい。それではね、この動画面白いなとか、ちょっとヨーコの頭は何なんそれとか、うん、やっぱワンピースはチョッパーよりサンジ派でしょとか、いろいろあると思うんですけど、俺が何が言いたいかっていうと、何が言いたいかってことを考えることによって、人間少しずつ成長していくんじゃないかって思う人は、あの、高評価とコメント、チャンネル登録、ご覧ください。よろしくお願いします。お願いします。この動画。バイバーイ。次は、エジプト編です。エジプトでお会いしましょう。さよなら。